まあ、中居くんがね、今日もキャスターなんかやってましたけど、中居くんも休んでますね。劇団ひとりさんの MC やってたんですけど、週刊女性での話なんですけど、まあこれちょっと読んでなるほどなと思ったところがあったんで、ちょっとその話なんですけど、11月5日の生放送で中居正広が自ら休養を宣言したってことです。中居さんは7月14日に急性虫垂炎、まあ盲腸ですよ、で入院で退院した、仕事に復帰しましたが、10月にはまた体調不良で休んだと。で10月15日の生放送でまた復帰した際には体調について、まあ、これあのキャスターの赤いですよね、体調にしてビンビンのボーボーでと笑いを取っていたけど、ものすごい痩せてたやつね、これね。で今年に入ってから今回で3度目の療養、ファンの間では不安の声が絶えないと。で中居君は本人の気持ちは至って前向きでございますと。これ事務所って全部自分で書いてるんですよね。病名が明かされないまま度重なる体調不良について、南流山内視鏡お腹クリニックの前田先生が語ってたと。50代になると、癌になる人が増えますねと。日本人の2人に1人は癌になるとも言われています。だからなんとなく体調が優れないことを理由に、精密検査を受けると癌が見つかるなんてこともあります。あの中居くんの感じを見ると、ほぼほぼ癌っていうのは、間違いないでしょうねと思いますね。50代になると癌になる人が増えるってなってますけども、50になったばっかぐらいですからね、それでっていうのはちょっと早いなと思いますけど。記事によると中居さんは盲腸の手術の前後して新たな病気を見つかって、9月に都内の総合病院に数週間の入院をしたそうです。病状の回復が思わしくなかったことで10月の出演が見送りになったとつながっている。元 SMAP のメンバーは映画やドラマ、音楽活動のさまざまな方面で活躍していますが、中居さんの出演はバラエティの MC ですね、司会ですね。休業中番組に多大な影響が出るのはもちろん、継続的な出演が厳しいとなると復帰以降もオファーがしづらい。生放送をこなせる中居さんは強い存在ですが、生はそれこそ体への負担も大きいですからね、まあ、相当辛いと思いますよね、生放送で。しかも中居君結構長丁場の生やりますよね。20何時間テレビみたいなのやったりとか、あの生放送で長いのって全部を把握しなきゃいけないし、気も使うしね。吉本興業の、例えばダウンタウンがやってるんだったら、吉本興業全体でこうバックアップするから、まあどっちかっていうとね、もう MC の人はある程度、吉本興業だったら吉本興業で固めて遊べると思うんだけど、中居君は一人ですからね、一人の事務所でやってるから、かなり神経を使うんだろうなって、まあ容易に想像はできますよね。現場からはこんな声も、中居さんはジャニーズ独立以降個人事務所の社長として身を粉にしながら働いてきました。スタッフの間ではそろそろ体の面倒を見てくれるパートナーが必要なのではという声もあります。どうしても体調が優れない場合、滝沢さんや永瀬さんのように裏方に回るというのもありなのかもしれません。かつてキスマイのメンバーの不細工として売り出した実績もありますからね。公私ともに方向転換を迫られる時がと。これでもどうなんですかね、中居くんは裏方僕向いてるかどうかっていうのもちょっと分かんないですよね。なんかイメージは分かんないですね。タッキーとか永瀬くんって裏方って言っても、本人たちがやる裏方ってクリエイター気質ですよね。タッキーは映像制作がやりたいって言ったんですよね、確かね。だから YouTube とかそういうのも率先してやったりとか、ジャニーズね。で、永瀬くんもクリエイター気質だから映像制作をやりたいとかってあったけど、なんか中居くんのイメージってアナログですよね。あんまりクリエイター気質じゃない気がしますよね。で、結構タバコの量も多いって聞きましたよね。一時期は1日4、5箱吸ってたって言ってたのかな。今は減ってんのかもしれないですけど。あとこれですかね、僕がそうだよなと思うのは、やっぱパートナーっていうんですか、それいるだけで僕家族いるっていうのはそっか結構大きいと思いますね。若い頃って突っ走れるけど、年を取ってくると、さっきも僕はね、僕の兄弟たちとね、LINE をこうしてたんですよ。グループ LINE 兄弟のね。まあみんないい年になってきて、体の不調とかも出てくるわけですよ。じゃあどうしたらいいのかなとかで、やっぱりこう、ケアしていくっていうのは大事ですよね。なんか気持ちの問題でもあるから、やっぱり家族とかがいて、誰かがね、体調悪かったらちょっと病院行ってきなよとか、なんか話し合うと中居君が全部体調悪くなって一人で、準備して一人で病院行って一人入院したとか言うじゃないですか。やっぱそういうのきついですよね。分担してやっていくような体制を取った方がいいんじゃないのかなと思いますけど、まあそれも一つの僕は体を悪くする要因になってるんではないのかなと思ったりしますけどね。まあそんな話です。